トムルゾンです。今回はベアリングを持つと移動速度が速くなるということについてやっていきたいと思います。またまた移動速度なってると思うんですけどね。いや、今日最終回です。これなんで最終回か、一番強いから。これマジで今強いというかね、今ね CG 村で大流行してる新能力があるんだよ。これね、幽体離脱ピークこれね、どういうことかっていうと、体を置き去りにした状態で、もう霊体の状態で、あの通路を見に行くことができる。これ何を言ってるか分かんないだろ。体を本当に物体を置き去りにしたまま、相手を見に行くことができる。だから、じゃあ一回通路見に行ってくれ。もう幽体離脱しながらクイックリンしてんだ、俺ら。CG 村くねくねしてるでしょ、いつも。あれね、今まで、どこにいんだろう、くね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 、いないわ、じゃないの。今もうね、体を置き去りにして精神状態だけで、今ね、ずっとクイックリンしてんだ。今も俺ね、動画撮りながらね、マイクの前で左右に振りまくってんだけど。俺、幽体離脱してんだけど、ワイプあったら爆笑すると思うんだけどね。じゃあ、一回見に行ってくれ。いなかった俺も何やってんのかちょっと分からなかったんですけどね。はい、詰まるとこですね、あのベアリングを持つとクイックリンがマジで強い。てか敵に撃たれないんですよ。あと敵から確認できないぐらいの速さ。ユナミ、あ、待って、これ試せる。クイックリンいくよ。あ、やっぱりショットガン持ってる。ほら見えてないでしょ、それフラッシュバン投げたからねいやもうとにかくこれが幽体離脱するんだよ。なんでかっつったら、このゲームマシンピストルってデフォルトで通常より足速いんだよ。でさらにそこからあのグリップカスタムできないやつは移動速度速くなるっていうバグでもっと速い。これいるな、多分 VIP の開通音だね。こっちいる。まずは上を処理してから下合流だね。正しい判断ができてしまいますか。そこで死んでるということはメインルビーにいること、これはつまり、キッチンの奥設置が簡単にできるということ。あとこれ裏技なんですけどもマジ使える技、これ火花起爆するんじゃん、適当に貼ってドンってなった瞬間に F 押すの、設置ボタンドン、はい、ここってやると設置音聞こえないんですよ。これガチで火花使ってるやつはこれ必須だからやった方がいい。てか今ペレット残るでしょ、ほら反撃してこない。でこれね、ショットガンの音鳴らすと迂回するんだよね絶対。ほらいや競技シーンでやっぱ海岸線で火花使ってたからこういうテクいことできちゃうんですよね。都会のバロが来たちゃったらびっくりしてるよ。え、俺たちのバロラントで学ぶ、基礎的なピークは、まあ、大体4つあって、オーバーピーク、ショートピーク、あとはジグルピーク、もう一個ね、ジャンピ。え、ね、ジャンピ知らん、ジャンピ知らんのジャンプピークだよ。なんでジャンピだけ略すんですかっていうね、僕思ったことあるんですけどね。実はです。はい。実はね、ジャンピ。え、村でジャンピないの村スペース機壊れてんじゃん。はい、CG はね、ジャンプできません。もっと、これガチ実はです。はい。バカにされました。村バカにされました。悔しいです。ああね、シージ村はね、体くねくねして、なんかね、ドローンピコピコしてとか、ね、言われたんですけどね。違います。この世界では幽体離脱ピークです。村長は怒ってます。幽体離脱ピークです。舐めないでくださいね。F1 になっちゃいますからね、マイクの前で。これ結構疲れるからやめよう。これね、跳ねるんですよ、今、スーパーボールみたいな、フラバン。あまり舐めないでくださいね、バロガキたち。お前ら弾丸で殺すより塩まいとか殺せそうじゃんか、舐めたこと言ってんじゃないよこれは被害妄想か。ちょっと待って、俺がねフラバンの強さ見してる。フラバン今スーパーボールみたいに跳ねるから、これ俺が開けた穴、奥に敵がいるってなったじゃん。で左に敵がいるのも確認して奥にいるのもあったから、フラバン投げて駆け抜けば、え、何なった人もいると思うんですけど、ちょっと5年前にねあそこで苦しんだことがあります。気になる方は海岸線ブルーバーフロストマットで検索。もう5年前か。
あ、じゃあ裏技教えます。これ絶対にバレないエコードローン。ちなみに黒い部分となんか影の部分が今シーズンめっちゃ暗いんだよ。なんかわかる？真っ暗くなってんの。だからタイヤとかああいうもともと黒い部分にエコードローン仕掛けるとこれバレません。これマジです。これこのドローンもしバレたら俺脱ぎます。あ、みんなねコメントで脱げよとか言わないでね。あのツイッチの方ではね、あの一方的な性的アプローチでバンされてたので視聴者がバンされてたので、じゃあ俺も脱げば双方的だねって言っといたんですけどね。はい、ツイッチの方ではね、なんか俺がもうなんかイライラしてきた、もうチンチン出したろうかな言ったら、おい脱げよ脱げよってコメントいっぱいあったんですけどね、あのみんなバンされました俺地雷撒いたつもりないんですけどね。あ、いやごめんなさい、俺も脱ぎます。一緒に双方的にしましょう。まあというかね、話戻すんですけどね、これとにかくエコードの今影で見えないんですよ。あとねベアリングのおかげで、まあこいつもスピード3と同じ強さを持つことができる。ちなみにこれこうやって使うんだよ、ほら、あのほぼ出てないの顔は。これでピン立てられるんだよ、ほら、めっちゃ強くないおー、また言われちゃうね。なんかね、シージ村ね、もうなんかピコピコやっちゃって、うん、なんか味方はみんなクネクネしちゃってお、幽体離脱しますよお前んちにお前んとこ幽体離脱してやろうか、ドーエルトンです幽霊出てくるぞ。俺が村長キレて出てきますからね。ちょマジ舐めないでくださいね、村を。あまりでもね、このゲームね、なんと競技試合になります。なんと競技します。とにかくね、ベアリング今強いんだよ。幽体離脱とか言ってふざけてるけど、今ベアリングマジですよ。っていうかね、グリップがカスタムできないやつなんかスピード速くなるって言ったけど、これ落としやなかったこのショットガンじゃん。これだけは移動速度上がんないんだよ。だから何でもかんでも上がるんじゃなくて、俺が紹介してるやつは上がん、俺が紹介したから上がんじゃなくて。あ、なんでアイアンサイトでショットガン構えてるかって、ちょ危ない、音聞こえた。でこうやって殺すじゃん。なんで展開してると思ってるかっていうと、え、何階段いるの、じゃあ俺も行ってくるわって言ってピークするやつがいるんで、あとでこうやってゴミみたいなとこに貼るんですよ、シールド。これ来ねえな。あ、でもう一個ねドローン置いてあったんだけどね、あれね敵どこにいるか確認できるんだよ。これ本当はこうやってピン立てなくてもいいんだけど、壊されそうじゃねえな。もう一回ピン立てちゃう。はいこれやらかしたんですけど、本来はこれあのそこに敵がいるかどうか音だけで判断するんだよ、これ、このエコードローン。はい、もう一回召喚。だから俺みたいにこいつ壊せないじゃんピン立てちゃおうってやるのは良くないから、みんなは敵がいるかどうかのチェックだけのためにあのエコードローン使える。そう、これマジで強い。ていうかちゃんとさ、裏技紹介したわタイトル変えようかな、これもこんなんバカげてるよって感じだよね。懐かしい。ていうかブルーバーフロストマット、リアルに何年前だ、ガチで5年前だぞおじさんだよ俺たち。だって5年前っつったら中学1年生とかが1、2、3、4、5、高校3年生でしょ俺今日家帰ったらいっぱい指示しよう中間テスト赤点だわ白なんだって考えようって言ったやつが高3になって、やばい俺どうしよう大学なってるわけでしょ。5年の月日すごいよ。人がそうやってガラッと変わる年、あれだからね、年月だからね。でも俺は変わってないと俺なんか8年ぐらい変わってない気がするんですけどね。まあみんなね、実家に帰ってきてくださいね、たまにはね。はい、ブルーバーフロストマット、もうおじさんたちしか知らないかもしれない。てかなんでこう補強されてないんだ、幽体離脱しちゃうよ。いて、あ、そう、有刺鉄線ダメージがね今。はい、待って、あ、いた、ちょっと待って、これ殺す、これ普通に殺せる。おい、で、アローリ、待って、ディフューザーなんでこっち設置してんだって。これ味方バカじゃん、なんでそっちに設置してんの、危ない危ないってなってんじゃん。こういう時はこっちでラペリングして、あたかもウエスト側で設置してるかのように思わせんだよ。これ大事、味方がやばい設置したり、味方の立場にうんこの時あんじゃんなんかそういう時は勘違いさせんの、もうなんか明らか俺がウエスト守るふりしとくんだよね。そうすると敵勘違いするから、ほら俺がベイトしてあげる、こうやって味方のためだぞ。多分ね、こうウエスト側の部屋取りに来てるわ多分、ほらでしょ。ということで皆さん、味方のために動いてあげましょう。味方を生かせます。ということでメルトンでした。バイバイ。